Please select a mission. Mission accepted.Destination.全アンテナの位置を把握した。3機全て破壊してくれ。方法は任せる。破壊には爆発系の武器が効果的だ。方法はあんたに任せる。Как прошла та вылазка на душманов. Информация была правильной. Мне сели в заброшенном кишлаке Бабакурам. Мы выдвинулись и взяли их всех сразу. Все они оказались точными. Откуда была информация? От душманов. Выдавал себя за жителей кишлака. На самом деле, это все было. Видно? Пуштунские бойцы. Не базируются. どうやらその通信機で拠点間の更新を中継しているようだな。そいつを破壊すればミッション完了だ。ターゲットの位置は全て把握した。通信機か全てのアンテナどちらかを破壊すれば敵拠点間の通信を遮断できる。ボス頼むぞ。破壊には爆発系の武器が効果的だ。
方法はあんたに任せる。ベースのスタッフも増え手狭になってきた。今後より多くの人材を迎え入れるには施設の拡張が必要だ。そこで新たに拠点開発班を設立した。この班の役割は2つ、資源開発とプラットフォームの増設だ。まずは資源開発についてだが、拠点開発班はレベルに応じて定期的に資源を確保する。資源はコンテナに収められマザーベースの甲板上に運ばれる。この状態で一定期間を経て加工処理が完了すると晴れて運用が可能となる。これらの資源で新たなプラットフォームを建設すればより多くのスタッフを迎え入れることができるというわけだ。資源開発に細かな指示は必要ないが、プラットフォームの増設だけはボスに判断してほしい。必要な資金と資源が集まったら端末から指示を出してくれ。